全く笑えなかったと批判続出した水ダウのコロナ対策いじり企画に TBS が示した見解8月28日放送のバラエティ番組水曜日のダウンタウン TBSK で特集されたドッキリ企画コロナ対策いまだに現役バリバリの現場があっても従わざるを得ない説 当日午前中に X で告知された番組アカウントにも批判の声が寄せられるなど、放送前から物議を醸していた。投稿あり、笑えない、と物議を醸したコロナ対策、ドッキリ新型コロナの感染拡大がピークだった時期には、テレビ界でも消毒や検温、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保など感染症対策が徹底されていた。 だが昨年5月に新型コロナの位置づけが五類感染症に引き下げられてからはマスク着用の判断が個人に委ねられるなど行動制限が緩和されることに番組冒頭ではプレゼンターのサバンナ高橋茂雄48が全く制限もなく収録しているこの光景を当たり前だと思っておられませんかと定期コロナ禍での収録を振り返りつつ今 あの頃の制限をもっかい持ってきたら、芸人は果たして突っ込むのかどうかと企画の趣旨を説明していた。そして最初の VTR で放送されたのは、コロナ禍で徹底されていた感染症対策を復活させた偽のグルメロケ。ドッキリでターゲットとなったのは、モグライダーともしげ42とスピードワゴン井戸田淳51だった。 二人ともフェイスシールドの着用を求められ、共演者との間にはアクリル板も設置。糸田は持ちネタのセリフ、ハンバーグ、を大きく叫ぶも、飛沫防止のため声量を下げるよう求められていた。一方ともしげは、食レポでソースの隠し味がわからず、味覚障害を疑われて PCR 検査を実施。マネージャーから陰性の結果を伝えられるも、 共演した山下真司、72、が陽性だったため、濃厚接触者としてホテルで隔離生活をするよう指示を受けていた。次に放送された、やりすぎコロナ対策、ドッキリの VTR では、チャンス大城、49、とコンピューター宇宙、ハッシーハッピー、29、がターゲットに、新型コロナの感染者ゼロ、という村を訪れ、 手洗い以外にも鼻うがいや消毒プールに浸かることまで求められた二人。さらに行中検査の実施や偽の儀式で無病息災、ウイルス退散と唱えさせられるなど感染症対策をいじるような演出もあった。一方現在も新型コロナの感染者は日々報告されており、医療現場では医師や看護師らがマスクやフェイスシールド、 防護服などを着用して患者対応に臨んでいる。放送前から物議を醸していた本企画だが、放送後も X で全く笑えなかった医療従事者を馬鹿にしてる、コロナで亡くなった人がいるのに、と不快感を示す声が続出。ハッシュタグ水曜日のダウンタウンの放送中止を求めますのハッシュタグも出現し、中には BTO に通報した、TBS に抗議した、 といった書き込みも参見された。そこで法師は翌29日に TBS を取材。まず、企画の立案、放送をした狙い合いとはどういうものか、次に番組に対してどれくらい抗議の声が寄せられているのか、そして批判の声に対する同社の見解を聞いた。すると30日正午までに TBS 広報より文書で次の回答が寄せられた。 番組に様々なご意見が寄せられていることは承知しております。今回の企画に対していただいた批判的なご意見に真摯に耳を傾け、今後の番組制作に活かして参ります。